ブルーで乾杯。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りします。宮崎の美味しいものをご紹介するブルーで乾杯。今回はこちら、備長炭炭火焼き鳥恵み屋プラス赤江店です。南警察署そばにおなじみの明るい外観が迎えてくれるファミリー居酒屋。こだわりの美味しい焼き鳥に鮮魚料理をプラス、仲間とそして家族と一緒に楽しめるお店です。ご紹介いただくのは古城さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。古城さん、はい、恵み屋プラスというと豊富なメニューがすごく印象的なんですが、はい、現在110種類以上で、新鮮な焼き鳥に新鮮なお魚、そしてデザートまでこだわっております。ではおすすめメニューを教えてください。はい、こちらのチーズ山芋鉄板焼きです。中と外に2種類のチーズを使っており、まあ、女性向けで大変大好評のお料理になってます。へー、混ぜてからお召し上がりください。いいですか。はい、では卵を、うわー、ふわふわですね。はい、うん、山芋がこれでもかっていうくらいふわふわしてますね。はい、まあ、山芋とキャベツと卵白を入れまして、それを両面焼き上げるという形になってます。卵のとろっとした食感もあって、これは美味しいですね。はい、ありがとうございます。めぐみ屋プラス赤江店のこびきブルーに合う一品は何ですか。はい、こちらのドブ漬けチキンカツです。こちらは普通のチキンカツにどっぷりとめぐみ屋特製のタレをふんだんに使いまして、商品として出しております。タレにどっぷりつけてあるからドブ漬け、はい、ということなんですね。ではうーん衣にしっかりタレが染み込んでて、この鶏肉の旨味とよく合いますね。はい、本当に口いっぱいに広がります。さあここでこびきブルーをロックでいただきます。このガツンとくる味に焼酎をロックで飲むっていう飲み方が一番合うんじゃないかなと思いました。本当にこのお肉の旨味が残ってるうちにクイッと行きたいですね。はい、皆さんもめぐみ屋プラス赤江店のこだわりのお料理、ぜひご賞味ください。では古城さんもご一緒に今夜もブルーで乾杯。めぐみ屋プラス赤江店で使えるお食事券3000円分を抽選で5名の方にプレゼント。詳しくは MRT 番組ホームページをご覧ください。お店の場所は宮崎南警察署前サンサロン入ったところの提灯が目印です。こびきブルーの雲海酒造の提供でお送りしました。